さんこんにちは、ジャンピング。はい、今日はですね、スリーピーシュラブスタイマンやっていきたいなと思います。はい、ここね、スリーピーサウンドの上、ここにですね、新たなる銀術の花が咲きましたので、またここあれでしょ、いくつかパターンがあるってことでしょ。なんか4種類ぐらいあるらしいね。そんなにあるの？とりあえず今回はティルテッドタウンっぽいですね。なので今回もここでのみ戦っていく感じですね。はい、ちなみにここで取れたものだったら何でもいいので縛りはなしです、うん、いやこれあるのちゃんと武器あんの珍しいね今回フラドルパーリーだあそうだねあれ宝箱ある宝箱あったよパンパンパンでたまたまなさすぎるでしょわかんないよね新しいとこだからねカラバコがないんだったら生やせばいいんだよ生やせばあーそっかそういうことですあ今日も取っちゃった今回は範囲が非常に狭いのでおそらくあっという間に決着がつくと思いますあら生えた生えるんだこれみありがとう以上普通に紫武器をゲットさせてもらえる紫武器かいちなみに今回はお父ちゃんがですねアンピーリーエイシン君がハウズピーリーはいできております、はい、やばいもうそこまで来たかえこっちおおあ弱いなうわよし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 了解マジでわマジかあれどこ行ったなんだ一緒に飛んだと思ったのになあれどこ行ったもう着地してるいや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 待ち伏せされちゃったのは当たり前だけどあ、そういえばあの例のさめちゃくちゃ弱くなったパイレットあったじゃんうんあれ超強化されたらしいえ今まで30何とかしか一番でかいのが取れなかったのに、うん、あの50何取れるようになったあ、そうなんだめっちゃ強化されたらしいおーっとおーっと嘘でしょ3発当たったらしいえ、どこにいるのか分かんないうわ、あれ、うわ違ったすごい撃ってくんねあれ、撃て資材が出てきるとありがたいしたあれ、またあー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 外した外した怖い怖いがあるかごめんゲイよしアップライムショットガン持ってたのねアップライムショットガン一戦目はもらったということで今回はコロッサルだね、うん、さあやっぱりどこに何があるか分かんないからまあでもあれ構造的にってかあれ物的にやっぱ似てる感じねこの宝箱浮いてんだけどさて今回も紫武器をいただくとしますかマジか、またそれか。おっしゃ、プライム紫。あ、でも今度はやったと思ったら。まあでもショットガンで被っちゃったから困るな、見つかった場合は。で、あー！それ怖すぎでしょ。Oh, fire! No!あ
やべえ落ちた、やばい、痛い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 危なすぎる。ちょっと、よし、さっき倒したカラスから肉を頂戴して振るかい。あ、ほら、いた。この勝負もらった。あー、すごい飛び方した。もったいねえ。うわあ、やばい、これはやばい。いけー。あー、完璧、外した。あ、やばい、ちゃ、外した。どこだよ。うおう、ほう、うわあ、まだアンチ入ってる、なぜか。なんでバレてないの。え、ああ、もったいねえ。柵に当たった。うわ、なんてやったの。うわ、いて。え、待って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 、貫通性能高い。あとしないでしょ。貫通してないけど。なんでそっち行った。よし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 、あー、取られた。よしよしよし、危なかった。1対1はい、ということで3試合目ネオティルテッドになりましたね、はい、オッケー、ということで3種類、おっと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 、怖っ。いや、これかよ。何？え、パパいない。あ、いた。ネオティルテッドだったらさ、できればこの何、エアチューブみたいなやつ、あれがあると嬉しかったんだけど。あ、でもあれあると相当なんかやばいですね。狭いエリアなのにね。うわっ。行くぞ、一発逆転。はい。ああ、ダメだった。ああ、あれやりたかったのか。あぶね。はい、あ、惜しい。今回もアンチ入ってんね。本当だ、なんか多いね今回。いいね。あ、待って、見つけた。パパ来ないで、パパ、マジマジパパ来ないでよ。え、よっしゃ、勝った、勝った勝った勝った。これで終わりだ。あ、ちょっと待って、あそこにさ、なんかカウントダウンみたいなのが違うな。11あれ、ただのね、多分試合開始からの時間だ。あ、試合開始からか。さあ、あとはパパがどこにいるか分かれば、このミシック2丁で叩きのめします。ミシック2丁テント見つけちゃったんでね。いや、テントテントかい、またいた。よし、おお、マジで、ちょ、うわあ、なんてか知らんけど勝った。ヘビシナのスコア当たれた。あ、ヘビシナが当たった。ええー、違かったからだね。いや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 、ミシックに頼るとこういうことになりますよ。半分間あれガードしても引き寄せられるのね、まさかの。本当だね、ライトセーバー対策ハープンガンだ。ダメージ食らない代わりにこっちに寄せれるんだ。よかった、全部キブキだったな。はい、ということで2勝1敗ですんで、はい、パパの勝ちということで。マジか、ありがとうございます。勝ったと思った。今日のお題は、耳に残って離れないフレーズや音は何。たくさんのコメントお待ちしております。はい、それではコメント選手権の採用コメント読んでいきたいなと思います。はい、はい、今日の背景はですね、普通のゼロビルドでございます。
で、ビクロイ撮った動画になってますね。本当はゼロビルドアリーナに潜りたかったんだけど、全然マッチングしなかったんで、普通のゼロビルドでやっております。この背景を見ながらですね、コメント選手権の最後コメント読んでいきたいなと思います。昨日の動画のお題はですね、お父さんとお話しするということでございました。はい、まず YouTube にいただきましたひなティさんですね。2人ともうまい。僕は結構お父さんとお話しします。僕は学校のことや新しい友達とのことを話したりします。マイチャンネルさんたち親子は仲が良く、ケイシン君がお父ちゃんとよく話すからこそでき、みんなを楽しませられるマイチャンネルができたと思います。ありがとうございます。やっぱ話すよね。うちらみたいな親子で話すって人はすごい珍しいっていう風に話を聞いたのよ。うん、だからちょっと今回この質問してみたんだけど、結構話すっていうコメント多かったです。あ、多かった。うん、多かった。それはやっぱね、最近の環境もあるなと思って、まあコロナ禍でもあったし、プラスみんな最近ほらスマホとか持ってたりして LINE で会話とかするじゃんね。うん、だから全然昔とは違うなというふうに思いましたね。はい、続いてこちら LINE にいただきましたソータさんですね。お父ちゃんナイスビックロイ、エイジン君も惜しい。僕はお父さんとよく話します。どちらもサッカーをやっているので、お父さんによくアドバイスをもらったりしています。そしたらめっちゃ上手くなりました。おー、よかったね。これからも動画投稿頑張ってください。応援してます。次の動画楽しみにしてます。ありがとうございます。なるほどね。趣味が合うとお話いっぱいできるよね。まあ、うちらの場合は動画があったからほとんど趣味があったっていうか、そんな感じ。昔からおもちゃの共通点もあったし、ゲーム、今ではゲームの共通点があるから、まあよく話すよね。はい、続いてこちらも LINE にいただきましたゆいさんですね。お父ちゃんナイスビクロイ、僕はお父さんとあまり話せていません。なぜなら僕自身は関東に住んでいるんですけど、お父さんだけ仕事の関係で長野県に引っ越してしまって、仕事のない土日祝日しか喋ることができないからです。あ、でも2週間から1ヶ月に1回関東の家に帰ってくるので、その時はものすごく嬉しいです。これからも動画投稿編集頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。なるほどね。お父さんが単身赴任でいないんだ家に。まあ、そりゃしょうがないな。で、土日祝日に喋るのはテレビ電話ですという別のコメントでいただいてましたね。なるほど。ということで皆さんのコメントで結構な数お父さんとお話しするっていうコメントがあったんで、よかったかなと思います。はい、はい、ということで今日の動画のお題はですね、耳に残って離れないフレーズや音は何ということで、これ最近パパあんのよ、あのトライの CM が。あ、忘れられない夏期講習になるってやつ、あれが離れない、ずっと頭の中流れてんだよね。まあ、そういうのがありますか、コメントで教えていただけると嬉しいです。はい、たくさんのコメントお待ちしております。ということで今回はですね、スリーピーシュラブスタイマンやってみました。はい、4つ目のコーラルキャッスルはいけなかった。そういけなかったんだけど、まああれも結局一緒だよね。うん、ほとんど一緒。うん、4パターンしか出てこないっていうのはちょっと残念なんだけど、新しい街をできれば追加してほしかったなと思いますね。うん、はい、まあでもなんかまだ他にもコンドキャニオンだっけ、うん、の一部とデイリービュー分の一部のランドマーク名が追加されたらしいから。ああ、じゃあそこも変わるんだ。だね、まあ、多分デイリービューグルは新しい変化が起きてほしいね。あんな鍵が出てたエリアだから、そこドラゴンボール来てほしいな。なんかね、マシュメロ公式がプレゼントパックが恋しいみたいなことを発言したらしい。ああ、そっかそっか、プレゼントパックかもしれない。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバイ。